コージーと瞳のダブルマイスターが語る世界遺産10分ラジオ、ハーツ品川スタジオからお送りします。今日はヨルダンハシュミット王国大正都市ペトラです。声が声がかっこよかったです。ちょっと大正都市感を出して、大正都市感を出して、うん、ペトラ遺跡ですね。ね、行きたい。これは行きたいな。ペトラ遺跡結構行きたい方、興味持ってる方多いんじゃないですかね。もうまさにインディ・ジョーンズ最後の聖戦の舞台になった場所ですよ。そうですよね。インディ・ジョーンズの舞台か。あんま見てないんだもんね。全然見てない。見て。ディズニーシーのあるじゃないですか。はい、インディ・ジョーンズのアトラクションを乗ったぐらい。ですよね。でももうあれで、ね、乗っただけでもなんかもう、うん、この世界観かみたいな。そう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 。行きたみたいな。ちょっともう完全にこうミーハー心ですけど。まあでも多分そういう方、ね、やっぱミーハーの方多いと思うんで、わかんない。いや、いいことですよ、ミーハーは。いや、そうそう、ミーハーからね、やっぱりそのモチベーションがあるからこそ、そういうところから、そう、行くとか、ね、勉強するってところにつながりますから、そう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 、みんなね、最初は、全員ミーハー心からスタートです。大事、好奇心大事。ということで行きたいですね。吹き矢が飛んできそうでしょ、なんか。吹き矢か。吹き矢だったかな。怖い。怖いな。そう、なぜそうなるかというと、はい、これ実はね、まだ分かっていない謎の世界遺産の一つなんです。来ました。謎の世界遺産来ました。だから、もう私の大好きな、もう謎々系世界遺産。謎が結構好きなんですね。大好き。まだ解明されてない。そうなんだから、うん、もしかしたら明日とかね、来年とかまたどんどん新しいものが発掘されたり、そういう新事実が出てくる可能性が十分あるってことですよね。可能性があります。これね、地震でね、うん、壊れちゃって埋没してるものが多いんですよ。はい。で、今まだ 15% しか発掘されてないと言われてます。15%? うん。え？あと 85% が眠ってるってことですか？ええ。やばくないでしょ？え？だってね、このね、うん、象徴的なのが、はい、エルカズネって宝物殿って宝物のところって書いてあるんですけど。はいはい。そう。あ、アラビア語で宝物庫を意味する。そうそうそう。なんですけど、はい、これすらも、本当にこう宝物があったのかとか、うん、何のために作られたのかは、わかんないんですよね。これが一番象徴的なものなんですけど。一番こう、写真によく出てるところですね、はい。そうそうそう。これね、実はね、ペトラ遺跡ってものすごく広いんですよ。で、まあ、入場料も、めちゃくちゃ高いんですけど。皆さん、ペトラ遺跡、入場料ご存知ですか？世界一高いと言われてます。今のところね。日本円で行くと、8000円ぐらいですか？ええ、ええ。入場料ですよ。遺跡の入場料だけですよね。そう。高っ！いや、高っ！なんかね、宿泊と、日帰りでまたちょっと違うとも書いてあるんで、ちょっとわかんない。行ってみないとね。だけど、8000円。いやー。すごいね。入場料っつったらね、なんか500円とかね。うん、そうそうそう。まあ、言って1000円とか1500円とかでも、ちょっと高いな、はい、バックパッカー的にはね。もう1000円超えてくると、どうしよっかなみたいなとこになってくる。8000円8000円はい。マジかって感じですよね。まあね、保護保全のために使われてるのもあるんでしょうし、まあ変な観光客がたくさん来られても困るっていうのもあって、それぐらいの値段設定になってるのかもしれないんですけど。確かに8000円ってなると、8000円払ってまで行く人っていうのは、そうそうそう。相当ガチ勢ですよ。うん、そうです、そうですね。ね、うん。ペトラにめちゃくちゃ興味があって、どうしても行きたいっていう人たちしか来ないわけですから、うんうんうん、そういう意味では、みんな、こう、うん、なんていうんですか。あんまりそういうの分けるの良くないかもしれないんですけど、まあ、意識高いというかね、うん、高いと思うね、うん、そうそう、モチベーション高い人だけが行くってことですもんね、うん、でも結構ね、うん、年間45万人とかも結構来てるんですよ。いや、みんな意識が高い意識高い、ね、8000円みんな払う、素晴らしい、素晴らしい。いや、でも本当それぐらいの価値があって、実はこの最初に入場して、はい、そのそそり立つ岩壁の小さいこう隙間を縫っていくわけですけど、シークって言われるね、なんか強さって言われてるのかなっていうところをね、岩の間をこうくぐっていくんですよ。で、目の前にバーンとエルカズネって象徴的な宝物殿が見えまして、はい、そっから、まあ、一番奥と言われてるのが、この、なんだっけな、修道院みたいな感じ、どこだっけ、修道院、エドディルっていうね、ところがあって、修道院が奥にあると。そう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 。はい、それまでにこう劇場とか王家の墓とかをこう横目に見ながら行くわけですけど、はいはいはい。うん、劇場もすごいよ、なんかローマ劇場みたいな
こう岩で作った劇場だったりとかあるんですけど、エドディルまで行くのに大体1時間半ぐらいかかるんですよ。もう直行で行くとね、直行で行っても1時間、うん、1時間半ぐらいかかる。徒歩ですよね。そう、徒歩で。そうそう。で、めっちゃでかくないですか？結構広いの。すごい広い。だってそれを普通に行って1時間半ですけど、うん、これ観光ですから皆さんじっくり見たりとか、写真撮ったりとかしますもんね。そうそうそう。もっとかかりますよね、そしたら。そうですね。結構遠いですね。しかもよ、ここね、岩がゴツゴツしてて、そのほら、うん、地震で壊れてるから、はい、その岩をこう乗り越えていったりとかするんです。割と過酷な状況なんです、ここ。なるほど。ちょっとなんか登山的な。登山、そう、登山、もうまさに登山だし、あの直射日光が照るんで、はい、すごいこう暑い場所だし、ヨルダン日差し強そうですね。そうそうそう。なるほど。じゃあこれ皆さん行かれる方、うん、B さんとかダメですね。 B さんは絶対にダメです。やめてください。絶対にやめて。しっかりしたスニーカー、そう、動きやすい、ね、うん、靴で行かないと。ゴムのしっかりしたちゃんとね、支えてくれるようなもので、で、あの、もう長袖で、で、あ、長袖か。そうそう、帽子とかかぶって、日焼け止めを忘れずに、うん、日焼け止め絶対塗った方がいいし、うんうん、サングラスも持ってった方がいいね。そうですね。でもまさにあの本当にあのインディ・ジョーンズの格好で行っていただきたいインディ・ジョーンズの格好で。いや、見てる、わかんないでしょ。あ、なんか、でも、帽子かぶってる。帽子かぶって、うん、そうそうそう、そう、ああいう感じでね。なるほど、ま、しっかりして。無知はいらない。ね、うん、無知は大丈夫。無知はいらないですけど、うん、それぐらい、もう、重装備というか、うん、割とそう、あの、日光を避けるような感じで行ってもらいたいですね。そうなんですね。うん、そうなんです。まあ、失われた都って、ね、言われてるぐらい、まだ分かってないことが多い場所なんで、なんかね、実はほら、アラビアナイトの、あの、ジーニーあるじゃないですか。はい、あの、あれですね。ジーニー。ジーニーね、うん。魔法、あの、魔法のランプから出てくるジーニーの語源になったジンって言われる、なんか巨石がね、あるんですけど、これも意味が分かってなくて、何のために作ったんだろう、みたいな。もう考古学者が一生懸命今研究してるとこなんですよ。え、ちょっと待ってください。ジンっていう巨石があるんですね。うんうん、あるんですよ。で、そのジンからジーニーっていう。うん、なんか語源になったとは言ってた。でも分かってないから、まあ確かにね、この、この街自体が、あの、アラビアンナイトな感じもしなくもない。いや、そうですよね、うん、あ。めっちゃアラビアンナイトな感じありますよね。うん、なんかね、ラクダとかロバとかがね、行き来してて。うん、もうだって、この今、世界遺産検定のですね、はい、テキストを見て、ちょっとお話ししてるんですけども、うんうん、このテキストにね、もう詳細は不明だがとか書いてある。テキストですよ。この資格試験 の, あのテキストにも詳細は不明だがって書かれたら、もう無理ですよ。うん、そうですよね。それだけもう謎っていうことですよね。そうそう。分かってないんですもん。だってこの、フォーモツ伝のアルカズネは、うん、これ、アルカズネなのかエルカズネなのか、まあ、いろんな呼び名があります、ね、エルハズネとかね、もうその名前がね、全然呼び方が違うんですけど。エルカズネとかね、アルカズネ、はい。そこも、その、宝物を本当に収蔵してたのかとか、書物庫だったのかとか、うん、寺院だったんじゃないかとか、っていうもう、いろんな説が。なるほど。あるわけですよね。まあでも意味としてアラビア語で宝物庫っていう意味。うんうんうん。あ、でもそれは後からつけたのか。うん、かもしれないね。宝物庫だと思うからっていうことですもんね。そう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 。なるほどね。そうなんですよ。ベドウィンって何？あ、ベドウィン、民族ですよ。ここら辺にベドウィンっていうのが住んでて。彼らが言ったのかな？そうですね。ベドウィンは、カズネファルウンって呼んでるんですよ。あ、ファラオの宝物庫。はあ、うん、あ、まあだから言葉がちょっと、ファラオっていうのに変わってるとか。まあでもだからそういう呼び名とかから宝物庫じゃないかってされてるんですけれども、うん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 、実際のところはまだ、もしかしたら他のものかもしれないってことですよね。うん、そうそう。だってね、ここね、ナバテア人が作ったって言われてるんですけど、ここには生活の跡がどこにもないんですね。だから、はい、ここで、なんかここに住んでたわけじゃない。でも何の、多分きっとそういうこう、なんだろうな、対象都市ですから、うん、あ、ナバテア人が作った都市だけども、うん、そのナバテア人の生活の跡がない、うん、残ってない。だから生活する場所ではなかったんですよ。神殿だったりとか寺院だったり、なんかこう
あ、そうなんだ。終わる終わる。マジで。いや、だから本当に謎だらけってことですね。最高よ。